皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、プログラミングチャレンジ授業第8週、数学問題についてお話しします。まず、授業に入る前に、ちょっと連絡事項があります。学ぶでもアナウンスがありましたが、この学期がオンライン授業になって、その影響で、通常の成績締め切りが伸びました。で、そうすると、この授業の、科目提出、あと課題提出の締め切りも伸びました。で、新しい締め切りはこのスライドで、表示しています。あと、先週の課題、あと、第4週、第7週が、全体的に、あと、10日間から13日間に、延長ですので、第7週、第8週、第9週、第10週が、それぞれ、木曜日から、日曜日に、締め切り延長しました。ぜひ、皆さん、健康を守りながら、課題を解きましょう。最後に、このレイトサブミッションタイムって、書いてあります。これ何ですかというと、第一週目で説明した通りに、この科目だと、この科目ですと、課題の、遅れた提出が認める。もちろん、遅れた提出の数によっては、成績を下がることがありますが、では例えば、ちょっと、一つとか二つの課題とかに間に合わなかったときだと、なんか急いでたくさんの課題同時にするじゃなくて、間に合わなかった課題を一旦置いておいて、授業が終わってから、間に合わなかった課題をもう一度挑戦する。ですね。これはこのレイトサブミッションタイムのことですので、最後の課題の締め切りの後に、7月25日まで、課題の提出を認めます。なお、遅れて課題を提出したときに、マナーバでファイルを一つにしてください。マナーバの提出で、課題の提出時期が、オンラインジャッジの API で、数えてますので、成績を簡単にするためにマナーバに一つのファイルにしてください。はい。これについて何か質問があれば、マナーバの、掲示板で聞いてください。では、今週の授業に行きましょう。今週のテーマは数学問題。数学って、プログラミング何でも数学ではないですかということなんですけど、そうですよね。プログラミングは数学っていうのなので、プログラミングコンテスト、競技プログラミングの中に数学問題っていうと、大体2つのことを言います。1つが、プログラムのデータ構造で、ちょっと数学っぽいなデータ構造について。それは、ビッグナムですね。大きな自然数が、C++ の場合だと、LL int とか unsigned long long より大きな数字の扱い。それはビッグナムですね。あと、幾何も、数学の問題に入っているんですけど、幾何は来週が、の授業のテーマですので、今日は幾何の話を言っておきます。で、もう一つは、これは主にこの授業のテーマなんですけど、アルゴリズムを組むのは、力をかかるではなく、アルゴリズムを組む前、実装する前に、数学の、エクエーションを考えないといけない問題です。ですので、これだと、一生懸命紙で考えて、一生懸命エクエーションを書いて、最後に、実際の実装はそんなに難しくない問題です。どの問題かというと、数論に関係する問題ですね。素数のチェッキングとか、因数分解に関する問題とか、あと、組み合わせ論
の問題とか、その方が、まあ、大体その問題を解決する数式を考えて、でその数式を実装するのはなんかそこまで難しくない。まあ、例えばグラフと比べてですね。ですので、まあ、こういうふうなことだが、この授業で説明します。で、多分なんか、スライド数で見てると思うんですが、そうすると、ここはアルゴリズムがそんなにたくさんが入ってないので、今日の授業はまあちょっ と, あと短いかもしれないですね。では、行きましょう。じゃあ、まず先に言ってた、そのビッグナムの扱いについて、話したいと思います。まあ、一部のプログラミングチャレンジ、一部のプログラミングチャレンジは、たまに、まあ、強大な数字の扱いが必要です。特に、まあ、組み合わせ論の問題がこれが行いますね。これを、なんか、これのアレンジの数をカウントしてくださいとかで、ね、実は、N が10とか N が20とかで、実際の答えが10桁とか20桁とか、それ以上とかがあります。で、そうすると、扱い方は、二つあります。まあ、それは一つは、ビッグナムのライブラリー。で、もう一つは、モジュールのオペレーションですね。まず、ビッグナムのライブラリーについて話しましょう。まあ、ビッグナムというとことは、なんか、ビッグナムって何ですかというと、まあ、その通常の変数より大きな、数字ですね。通常の変数に入られない数字の話です。例えば、よくあと簡単に考えるのは、階乗の結果ですね。階乗が少し小さい数字でもすぐ大きくなっちゃう関数ですね。例えば、25の階乗が、まあ、この26桁台の数字になります。これは、まあ、ロングロングとか、オンサインネドロングでも入られないので、まあ、データ構造を何か考えないといけないですね。それは、まあ、その扱いが、言語によっては違う、異なりますですね。例えば、C++ だと、C++ の標準ライブリが、そのビッグナムの扱いがしない。もちろん C++ のビッグナムのライブリがありますが、まあ、いくつかのライブリがあるので、標準のライブリではないので、そのプログラミングコンテストの環境ですと、C++ でプログラミングしている人は、ビッグナムの扱いが自分でプログラミングしないといけないですね。まあ、それは、どうやってするかというと、いくつかの方法があります。例えば、文字列で、数値を表示することとか、あと、なんか、いくつかの、数字。あと、例えば、まあ、小さい方の数字とか、大きな方の数字とか、まあ、この最初の10桁と次の10桁。で、この次の10桁は、あと全体的にかける10の10乗で扱いとかがあります。これは、ちょっと、結構めんどくさいの、ことですので、普通は、この授業だと、できるだけ C++ でやりましょうとかでお勧めしますが、ビッグナムの扱いがメインになる問題の場合ですと、C++ じゃなくて Java とか Python とかでにすると、プログラミングがまあ楽になるでしょう。ですね。例えば、Java だと、Java の通常ライブリーの中で BigIntager っていうクラスがあります。ですね。BigIntager クラスが、まあ、結構大きなIntager を扱いすることができますので、BigIntager の扱いが一番問題になる課題に対しては、まあ、Java で実装すればいいでしょう。例としては、このクラコビア。クラコーヴィアはプログラミング課題としてはそんなに難しくない課題ですね。ただ、大きな数字をいくつかを足して、で、それの平均を計算するわけです。
で、クラコワビアの Java のプログラムはここで見ることができます。まあ、まずは、クラコワビアでは N と F ですね。N が、いくつか、その、足すべき数字の、数。で、F が、その、平均を計算するために、割りの数。で、両方は、通常のインタジャーですので、まあ、イスキアナで読んでいきます。で、次は、値段の足し算。で、ここはなんか見てる通りに、サムが、ビッグインタジャーの、クラス。で、クラスですので、イニシャリゼーションをしないといけないので、まあ、いくつかのコンスタントがあります。クラスのドキュメンテーションを見ると、そのコンスタントが、ビッグインテジャー1とか、ビッグインテジャー0とかになっています。で、ビッグインテジャーを読み込むと、このイスキャナの next ビッグインテジャーですね。これはイスキャナのクラスの中に入っているんですが、next ビッグインテジャーが、まあ、数字をどんどん桁と関係せずに、数字をどんどん読み込んで、ビッグインテジャーのクラスに入れます。ですね。で、このアードがビッグインテジャーのとビッグインテジャーの足す。ですね。ビッグインテジャー2つを足す。で、最後に、ビッグインテジャーの、まあ、これはあと Java のどのクラスでもあるんですね。value of。で、ビッグインテジャー value of f が、すみません。これは、違いますね、このビッグインテジェ value of が、F がビッグインテジェに、変更することですね。で、F がビッグインテジェじゃないんですけど、この value of で F がビッグインテジェに書き換えて、で、ビッグインテジェの sum とビッグインテジェの F を割ります。ですね。で、それは最後に、プリントする。で、もちろんビッグインテジェも、そのプリントの、関数を、インプレメントしてますので、普通にプリントイン、ビッグインテジェが、まあ、プリント ln とか、スキャナーアウトとかで出てきます。はい。まあ、ビッグインテジェ、Java のビッグインテジェクラスが、いくつかの役に立つ、変数があるので、それは、使いましょう。それは、なんか、ドキュメンテーションで見て使いましょう。前のスタイルで見たのは、まあ、add とか、同じように、引き算ですね。subtract とか、multiply 掛け算とか、divide 割りですね。pow が、解除の英算ですね。まあ、そう、解除、なんか、2乗とか3乗とかの英算ですね。で、mode が、モジュール英算ですね。あと、remainder がですね、まあ、モジュールと似てるあと、ちょっとこれはまあただの英算なんですけど、あとその他にはいくつかあります。このナンバーベースが変更することができる。例えば、インプットがバイナリーで、でも、なんかそのベース10にしたいとか、ベース16にしたいとか、その場合だと、そのバイナリーのチューストリングすることは簡単に変えられるんですね。例えば、このビッグナンバーのチューストリング2だと、出力がバイナリーになるですね。ビッグナンバーチューストリング3だと、出力がベース3になる。あと、ビッグインテジャーの中で、そのプライマリティテスト、まあ、素数の、チェックの関数がある。これは is probable prime ということが、まあ、素数チェックに詳しい人が知っていると思うんですけど、素数チェックの早いテストが確率的なテストですので間違っている可能性がある。でそのテストを何回、リピートするとその間違っている可能性がどんどん減っていきますのでこの関数の中でその間違っている可能性をパラメータとして設定することができる。まあ、これはプログラミングチャレンジに、あまり使うのはまあ、おすすめしないということですね。まあ、小さい数字ですと、なんかその、なんか間違ってる確率が相当小さいになるけど、まあ、テストケースがその間違ってるケースに狙ってることがあり得ると思いますので、
もう少し予測定でも間違ってる可能性がない関数を使った方が、プログラムチャレンジなりにいいかもしれないですね。あとは、その最大公約数の関数とか、モジュールとパワーの関数とかいくつかあります。まあ、はい。これは Java のクラスの Big Integer で、その Big Int の扱いについてだったんですが、もう一つの扱い方法が、そのモジュール演算の、方法です。これは何かというと、なんか大きな数字を預かっている、課題が、プログラムチャレンジが、ビグナムを直接触らないために、例えば答えが、モジュール、なんじゃらなんじゃらで、が出てきます。まあ、その数字がその、よくなんか素数の数字になりますので、あとこれは計算しやすい。で、まあ、みんな覚えてる、なんか、あと、高校から覚えてると思うんですけど、モジュール演算で、その大きな数字を、まあ、小さくにすることができます。例えば、A プラス B 割り S は、A 割り S と B 割り S プラス S の割り S ですね。こうすると、A プラス B が、A がビグナムではないけど、B もビグナムではないけど、A プラス B がビグナムの場合だと、まあ、この計算法だと、その A プラス B モデル S がビグナムに行かないままで計算することができます。ですね、同じくここはなんか掛け算の場合ですね。A かける B。これはまあ、これよりこれもっとあるですね。A と B が、ビグナムではないですけど、A かける B がビグナムです。でも答えがモデル S で認めるなら、じゃあ A もかける B モデル S ではなく A モデル S かける B モデル S かける S。特になんか A かける B じゃなくて A かける B かける C かける D かける E について、これが必要な場合だと、それは全部モデル S にすると、ビグナムの扱いが必要ではなくなります。ですね、あとは、まあ、その N 乗の計算ですね。N 乗の計算が、数字が小さくだけではなく、結構その、計算を早くするし、なんか早くできる、早く計算ができますね。A の N 乗が、モデル S が A の N 割り2乗モデル S かける A の N 割り2乗モデル S かける。まあ、これは、なんかもし N が、奇数であれば、まあ、A の1乗が必要ですね。偶数であれば、まあ、これは1だけなので計算しない。で、それは全部モデルです。で、まあ、この1、2、3を考えると、ビグナムにならないように、モデル S で A と B が小さいままで預かることができます。はい。では、まあ、ちょっとなんかこの預かりを練習するために、この例の問題を見てみましょう。実はこれは、今週の第一課題になりますので、ぜひ、自分で考えてみてください。じゃあ、課題が、10176、Ocean Deep Make It Small。で、課題の、サマリーっていうと、一つの、バイナリーの大きな数字が出てきます。10の、100桁。10の100桁を考えると、0から9の桁、なんかデシマルの桁を考えにすると、それは、30桁ぐらいですね。30桁はもう、LL、まあ、C++ の LL より大きいなので、30桁は完全にビグナムですね。で、その30桁の数の数字が、131071。に、なんていう、割れるかどうかをテストですね。つまり、N 割り131071が、整数で割るかどうかをテストしないといけない。ですね。で、131071が、素数ですので、あと、まあ、この問題の、解け方は2つあります。ですね。さっきの教えたものの2つの解け方。ですね。まあ、まず、入力をどうすればいいのか。
ですね。なんか1010の100桁が来るので、それはどのデータ構造かに扱うことができます。なんかその1010のままで、構造するか、それとも、まあ、バイナリーのビッグナムの何かのデータ構造に保存するかですね。C++ の場合だとストリングでなんか文字列で保存するか、それとも Java の場合だとビッグナム。で、この問題の2つの解き方は、まあ、難しくない問題ですが、Java の場合だと、まあ、ビッグナムのクラスの練習になりますね。バイナリーの読み込むと、あとがなんか131071の割を計算する。で、C++ の場合だと、ビッグナムを実装することか、あるいは、前のスライドのモジュール演算で、そのバイナリーを、131071のモジュールが0であるかどうかですね。なんか、A 割り B が、A モジュール B はイコール0という同じことからですね。じゃあ、なんか自分でどちらが、実装しやすいだと考えてみて、実装してみてください。では、パーツ2に進みます。この授業のパーツ数が、数論です。まあ、数論は実はすごい大きな、テーマですので、もちろん、プログラミングチャレンジは数論の一部分だけを扱っています。ですね。まあ、この授業だと、主に3つのトピックに、集中します。1つが、まあ素数ですね。ある数字は素数であるかどうかをチェックすることです。で、次は、公約数と最大公約数の話ですね。で、最後は、シークエンス、組み合わせ論のシークエンス、つまり、回帰関数について、なんかその回帰フォームとクローズフォームについてお話しします。では、素数のテスティングについてしましょう、話しましょう。まあ、みんな素数ってわかると思うんですね。約数が2つしかいないの数字です。1とその数字自体。例えば、2、3、5、7、11、13とか、43とかですね。では、ある数字が、その数字が素数であるかどうか、どういうふうにテストするんですね。まあ、この授業のいつもの通りに、まず全探索で考えましょう。で、全探索が、D が2、3、4、4、N までですね。まあ、N-1 までですね。一つずつ、N モジュール D をテストして、それは0であれば、素数ではないという意味ですね。だから2、3、4、N-1 で、いずれか、N モジュール D が0であれば、素数ではない。で、これのコストが O of N ですね。で、この全探索がをプルーニングして早くしましょう。まあ、一番当たり前そうなプルーニングが、N までをテストする必要はないんですよね。なぜかというと、なんか、真ん中、なんか、掛け算的に考えると、その真ん中の数字が、N の二乗根ですね。その N の二乗根が、N の二乗根より大きな約数があれば、その約数が、N の約数になるために、N の二乗根より小さい約数が必要ですね。ですので、N の二乗根までにしか、調べれば OK ということですね。でも、もう、まあ、で、これだけすると、O of N から O of N の二乗根になるので、まあ、随分早くなります。で、次は、その、まあ、N の二乗根までだけじゃなくて、N の二乗根まで、その、奇数の数字ですね。だって、偶数が、約数であれば、
まあもう2は約数になるので2でアルゴリズムが終わったはずなので2以外の奇数が、チェックする必要はないんですね。で、こうすると、まあ、n の2乗根、オンオフ n の2乗根じゃなくて、オオフ n の2乗根の、割に、まあ、少し早くなりますね。まあ、これはまだオオフ n の2乗根です。でも、まあ、奇数だけをチェックすればいいということで考えると、次のプルーニングを考えられます。なんか、無数が n の、回数ですので、すべて回数をテストする必要はないんですよね。k が何かの回数であれば、k をテストすることが必要なのでないので、じゃあ、n と n、2と n の2乗根の素数だけをテストすれば、もうすごく速くなるんですね。それは、o of、n の2乗根割り、log n の2乗根。まあ、log の2乗根ですね。これはどれぐらい小さいなのか。そして、この n と2と n の2乗根の間の素数をどういうふうに計算するのか。じゃあ、まず、素数の数を考えてみましょう。ですね。1と k の間にどれぐらいの素数があるんですか。それは、プライムナンバーシオレム。まあ、みんなもうなんか数論でどれぐらい勉強進んでいるかわからないですけど、これはまあその結構有名、重要なプライム、素数の特徴なんですけど、1と n の間に n 割り log n-1 の素数の数があります。まあ、それは数字にすると、例えば、10の6乗、ぐらい、まあ、つまり6桁、6桁ぐらいの数字が素数であるかをチェックしたい。で、そのために1から、なんか2の n の、2乗根の間の数字 の素数を計算したい。それはこっちで見ると、10の6乗、まあ、6桁の数字の、二乗根がだいたい1000ですよね。で、その0から1000までが168素数しかない。ですので、1桁を消しちゃったんですね。1桁ぐらい、なんか1割ぐらい早くしました。同じように、10桁の数字をテストしたい。10桁の数字が、1から1万ですね。1から5桁の数字まで、1から1。5桁。そうだね。1万じゃなくて、すみません。5桁の数字、1万、2万、3万、9万ですね。それが、まあ、大体、これちょっとなんか間違ってるかな。あ、そうだね。ちょっとこの計算を後で、チェックするなんですけど、なんかもっと、うんうん、まあ、そうだね。1桁ぐらい下がります。ですね。うん、ですので、まあ、その数字を見つかると、まあ、その、早く、その素数を見つかると、そのベーズの素数、テストする素数のリストから計算すると大きな素数のチェックが随分早くなります。ですね。で、どういうふうになんかたくさんの素数を一気に、計算するために、CVF エラストテニスっていう簡単なアルゴリズムがあります。CVF エラストテニスが、まあ、ここは Python で書いてたんですが、C++ でもあまりあと簡単に、計算することができます。アイディアとしては、まず、sieve の、ベクタルを作ります。その sieve のベクタルが素数であるかどうかの、値が、i に対して i が素数であるかの値です。最初に、その sieve のベクタルはすべて true です。で、次はそのベクタルにループします。もし sieve i が true であれば、
愛がなんかあのループの中に愛にたどり着いたときに、愛が true であれば愛が素数です。ですね。で、愛が素数であれば、次は愛の、愛の回数、倍数、すべてをフォースにします。ですね。まあ、あの、実際か、書いてみる、シミュレーションしてみると、こんな感じ。例えば、ここが、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16にしましょう。ですね。で、これはシーブの、アレイに考えてください。最初は全ては true ですので、false になると数字を、切りますですね。で、まずは2。2が true だから2が素数です。ですので、2の倍数を全て消す。4、6、8、10、12、14、16。次は3。3が true であれば、true ですので、3の倍数を全て消す。ですね。3、6、9、12、15。次は4が false ですので、4をスキップ。5は true ですので、5の倍数を全て消す。5、10、15、20とか。で、あの、true ですね。これは全て、なんかそのプライムのアレイに入れますですね。で、次は7。で、7のプライムのアレイに入れて、7の倍数を消します。で、これだけはもう、なんかこれはちょっとスペースがないから、あの、総数だけを残りました。ですね。あの、実際にアルゴリズムを見ると、こんな感じですね。プライムスが、なんか、あの、その結果のプライムスのアレイです。シーフが、最初が全部1で、まあ、その素数のチェックのアレイです。で、シーフ0とシーフ1。まあ、1と0が素数ではないですね。で、i が、まあ、シーフをすべて歩いて、で、シーフ i が1、シーフが素数であれば、まずその i が、あの、素数の列に入れます。で、次が、あの、まあ、前は倍数で、なんか、i のかける2から始めましたんですけど、実際のアルゴリズムが i かける i から始まる。まあ、これは皆さんちょっと考えてください。i かける2じゃなくて、なんで i かける i から始めますか。ですね。これを理解すると、まあ、ちょっと面白い、ことなんですけど、まあ、あと、目的はアルゴリズムはこうすると少し早くなる。ですね。なぜこれは OK でなのか自分で考えてみてください。で、次は、まあ、あの、J から始めて、次は、i かける i と i かける i プラス1、i かける i プラス2、i かける i プラス3。すべてを、素数ではないをマークします。なんか CFJ イコール0でマークします。ですね。で、これが、このループが終わると、リターンのプライムスです。なんか、このループが、このループが O of log log N で、ここは、N 回これ回、これを繰り返しますので、sieve のコストが O of K log log K ですね。でもこれ考えると、前のプルーヌした総数のテストが O of N の、2乗根なので、n の二乗根が k log log n より小さい。この k が n の二乗根ですね。これは、ここが k イコール n の二乗根ですね。ですので、これは n の二乗根。これは n の二乗根 log log n の二乗根ですので、こっちの方がちょっと大きいですよね。じゃあ、なんで、sieve を使うか。ですね。まあ、これはもう一つの面白い、まあ、重要な、コンセプトなんですけど、これは、英語で amortized complexity なんですけど、日本語にすると、焼却解析ですね。まあ、慣らし解析も言います。焼却解析ということが、コストが高い
や追加をやって、でもそのコストが高い、計算を何回も使う。まあ、これは動的プログラミングと同じアイディアですよね。何回もプライム、何回も総数を使いたいなら、総数のテーブルを1回を作って、でそのテーブルをチェックするのは O of 1ですね。だから本当にプログラミングコンテストの中に、1回だけ、本当に1回だけ総数をチェックする場合だと、まあ、完全探索の方がプログラミングしやすいし、ですね、早い、あとシーブより早いし、ね。ちなみにここは早いっていうのは、プログラミングチャレンジの身近なプログラムの中ですね。実際に、皆さんが、なんていう、その暗号化で調べると、まあ、この、こういうふうな、これは全然ダメですね。なんか実際の暗号化のプライムのサイズを考える。これは、まあ、プログラミングチャレンジの短いなプログラムで考える。あと、ソースのチェックですね。でも、なんか一回だけソースをチェックするなら、完全探索の方がいいんですけど、でも、なんか、プログラムの中で何回もソースのチェック、ソースのチェックすると、シーブが助かります。なぜかというと、一回、K ログログ K を計算、テーブルを作って、次は、そのテーブル、その K をテーブルの中にチェックすると、O of 1になります。ですね。で、どんな時に、たくさんの素数が、計算が必要なのかですね。それは、まあ、素因数解析の時ですね。プライムファクトリゼーション。これは、まあ、次のスライドから話すんですけど、それは次のビデオになります。はい。じゃあ、皆さん、その時に、またお話ししましょう。